こんな感じです。これは A ラインスカートのワンピースになっていて、こんな感じです。S サイズと M サイズがあります。自然と方がくびれるデザインなので、ちょっと細い方とか、寸胴になるのを気にしている方も安心して履けるデザインになっていると思います。今日のテーマは、ピアノの発表会に行くんです。これは2色あってベージュとブラックの2色があります。ベージュは可愛いですよ。こんな感じです。生地はこんな感じで、しっかりとした生地になってまして、後ろがこういう感じで、ここからのチャックは開くので、履くときも履きやすいですね。で、裏地もしっかりとついております。生地も分厚くて、冬にぴったりなワンピースになってます。こんな感じで、上にどんなジャケットを羽織っても可愛らしいかなと思います。衣装コーデをしてみたっていう日です。なんかね、この色は何とも言えない茶色というか、茶色に紫を混ぜたようなカラーで、めちゃめちゃ可愛いです。で、このジャケットには肩パッド入ってないので、そんなにガンダムにならなくて可愛らしいなって思います。どうです。で、これはサイズは S サイズと M サイズがあって、私は S サイズに履いてます。前開けるとこんな感じです。で、私はこの鎖骨を見せてあげることで、抜け感があって、大人っぽい感じになるかなと思います。ちょっと髪の毛持って失敗しちゃったけど、こんな感じで、脱いであげても可愛いかなと思います。でも、取った方が、衣装感出て可愛いかなと、肩にかけてあげたりしても可愛いかなと思います。こんな感じです。バッグ何でしょうか。お次はこんな感じのワンピースです。このワンピースめっちゃお気に入りなんですよ。このワンピースって結構くびれないものが多いじゃないですか。これは本当にくびれるので、スタイルがすごいよく見えるワンピースとなっております。なんかワンピースってさ、結構買ってみないとここウエストがちょうどいいかとかわからないんですけど、大体これは私でもこんな感じでくびれるので、大体の人はくびれるんじゃないかなと思います。これはすごい暖かい生地になっていて、冬って感じです。すごい分厚くてね、これからの時期に暖かいと思います。これ1枚でもね、可愛いし、この上にジャケットとか着てあげても可愛いかなと思います。バッグは黒な感じもあると思うんですけど、こういうレディディオールとかに合わせても可愛いかなと思います。このレディディオールは去年のクリスマスに自分で買った動画をあげたと思うんですけど、なかなか使えてなくて、そろそろ使ってあげようかなって思います。レディディオールすごい傷つきやすいので、なかなか使えないんですよね、もったいなくて。こんな感じで、クリスマスのディナーとかに行ってみてはいかがでしょうか。本当久しぶりに今ルックブック撮ってて、撮り方忘れちゃったレベル。サムネの撮影。セットアップとか、こういうワンピースが大好きなので、なかなか上下でバラバラの組み合わせとか、センスがないから考えられないんですよ。だから、セットアップとかワンピースを本当に着てしまいます。同じ人はぜひ、参考にしてください。あ、後ろはこんな感じで、チャックがここまでついてて、という感じでございました。クリスマスデートコーデでした。バイバーイ。おこめちゃん、え何まだ気になるの。あ、少々、一緒に参加しよう。え、ごめん。来ないですね。ごめん、ジャンプ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 。お次もセットアップです。これはホワイトとブラックがあります。こんな感じで下のトップスも販売してて4色あって、ここがセクシーな感じになっててすごい使いやすいしやすいです。ウエストもこれも結構ちゃんとしっかりしているんですけど、しっかり分厚い生地になっていて、ツイードがしっかりとしている、本当に生地が厚いものになるので、もしかしたらチクチクするかもしれない、まあ、でも私は特に着ていてする感じはないんですけど、まあ、人によっては感じやすいかなと思います。前閉めても多分可愛いと思うけど、私は開けている方が首がつまらなくて好きです。結構この部分が高いので極めて出てきます。こんな感じでございます。はい、こんにちは。これもウエストがちゃんとキュッてなるものです。ごきげんよう。どうですか、可愛くないですか。ちょっとバンザイするとシャツ見えちゃうから黒いトップスの方がいいかなって今思いました。バンザイする機会ってないかもしれないけど、電車とかでこう追加が捕まるときは黒い方がいいです。可愛いですね。では白も着ていきたいと思います。はい、何も持たなくても可愛くないですか。いい感じです、うん、横後ろ横前です。ピース。私もなんか YouTube が始まる前の挨拶を決めたいんですけど、どういうのがいいと思いますか。やっほー、うーん、難しいな、思い浮かばないわ全く。という感じで白を着ていきたいと思います。お次が白でございます。白はすごいね、上品な清楚系女子になるかなと思います。どうですか、いい感じですか。なんかこういうバッグ1個あると全て可愛いアクセントになりますよ。ぜひ迷っている方は自分が1個持っていれば決まるバッグを買うというのをおすすめいたします。新幹線横後ろ横前、クリスマスデートに良さそうなセットアップです。おかめちゃんって可愛い。前を閉めるとこんな感じでございます。どうですか、
髪巻いた方がやっぱ好きかな、目がホワイトです。可愛いですよね。こんな感じです。クリスマスのデートにぜひ来てください。皆さん、僕は過去に私が直接可愛いなって思ったものを自分でチェックしたお店なので、気になる方はぜひ購入してみてください。それでは、バイバーイ。まぁ、ちょっとここがツイードなんで首、タートルネックじゃないと素肌に当たるから若干チクチクしますね。まぁ、気にならないという感じですね、そこまで。次はセットアップです。これはショート丈の肩パッドが入っているジャケットで、綺麗に見えて、ウエストがかなり小さめのスカートになるので、逆三角形みたいな体型が作れるセットアップになってます。これは結構私が販売しているスカートの中でも特にウエストが小さい作りになっているので、ウエストが小さくて合うものがないという方にも着ていただけるかなと思います。でカラーはベージュとブラックがあります。かなりシックで大人っぽい印象になります。お姉さんっぽいですよね。これで結構、モノドラマのカラーとかいったら可愛いかなと思います。バッグはもちろん黒で統一しても可愛いですし、まあ、白だったりとか赤、レッド入れたりとかしても可愛いかなと思います。今回のこのコーデも、ボディーディオールすごい大丈夫って感じ。ここにシルバーの感じがついていて、ここがちょっとポイントになってます。前開けてあげても可愛いし、閉めてあげても可愛いかな。元はこういう、お姉さんとの感じが可愛いかなと思います。横、後ろ、横、前。結構しっかりした生地になっているので、結構ね、しっかりした生地になってます。うん。こんな感じです。これね、ほんとウエストがキュッてくびれて見えるから、おすすめです。透明効果がすごいあります。こんな感じで、着てあげても可愛いと思います。オッケーオッケー。どうですか？みたいなのがテーマかなと思います。ピース。スカートをアップで見ると、こんな感じです。ここは、ねじれているので、決してお腹が出ているわけではございません。はい、という感じでした。次はベージュです。ベージュも可愛くて好きですね。こんな感じです。中はね、黒のインナーにしてあげても可愛いんですけど、ちょっとシンプルな感じにするために白を着てみました。で、こっちはキョロと似合っていて、ショートパンツが中についています。インナーを黒にしてみました。黒の方が締まって見えて可愛いですね。このインナーの販売してる方になってます。Vネックでショート丈なのでわざわざインするときにボコってならないのがすごく好きです。そのインナーいいね、可愛い。かなり細く見えるのでおすすめできます。友達に着てもらってもめっちゃこれやばいって、本当にスタイルよく見えるってすごい言ってもらいます。で、このスカートもここはねタイプじゃなくてどちらかというとAラインのスカートになってるので、他のグレーの方とかかなり足が腰に見えるデザインになってます。可愛い。マジでやっぱこんな感じです。可愛いですね。はい、おすすめの秋冬服になります。これで京都行ってくる、紅葉見てくる。これは本当裏着物で電車乗り暑すぎるし、今もおうちで暑いです。こんな感じの可愛いアウターを買わせてよく出かけてます。冬はここは折ったり折らなかったりできるけど、私は折る方が好きなので持っております。こんな感じのコーデがなんか皆さんっぽくて可愛くて好きです。これに2杯のロングブーツ合わせるとめっちゃ可愛いです。すごいお気に入りのコーデです。まあ、ちょっと裏着物でね、毛が毛ぶくれして見えちゃうかもしれないけど、毛ぶくれしてもいいくらい可愛いです。この髪っぽいとめちゃめちゃ高くて、私これ着て今2年経つんだけど全然汚れないし、全然お持ちもいいので買っていただければ、まあ、4年くらいは持つと思います。ほら、可愛い。あ、これ本当はベルトがついてて、ベルトもあるんですけど前を閉めるとね、それも可愛いよ。次のコーディネートが、これはね、去年から大人気のものになってます。めちゃめちゃ可愛いんですよ、こちらのセットアップが。これは今、在庫が結構日本にあるので、購入から1分、2日、3日以内でお手元にお届けできるかなって感じです。この服装大好きで、去年の冬めちゃめちゃしてました。で、これはね、本当に暖かい生地になっているので、もうね、めちゃめちゃ冬乗り越えられそうなセットアップです。可愛くないですか？これ韓国行った時に私がすごい可愛いなと思って、今回こちら仕入れてまいりました。おこみちゃんどう？この服。ママのこの服どうか？はい、大きくなりました、おこみちゃんは。ね、おこみちゃん。挨拶してみて。